はい。ペコリンとか言って携帯待ってるよ。来た？行くよ。はい。一ちゃん、それ音楽かけたらこっち手伝ってよ。はい。どうやってです。行きます。はい。で、どっちやる？あのこれくるくるとちょっと何？くるくるとこれとどっちやる？このこれをやるのと。いや、くるくるでいいです。くるくる？はい。じゃあ待って、大急ぎでそれプレイしたら大急ぎで来なきゃダメだよ。レッツゴー。はい。行くよ。愛の手、愛の手。YouTube。あ、ちょっと。ちょっと。YouTube。ここじゃない？あ、もうだ。YouTube。あ、ここもだ。そうだよ。あお。え、ここ？なんか足りなくない？あれ？あ、よ、あ、あ、いいのお願い。あ、そうだ。えい！あ、ちょっ。まあこんなもんだよ。弓ないし。そう、しょうがない。あの、これ許してもらえよ。許して。ね、なんかこれ合ってる？いちやん、枚数足りなくね？なんかさ、あれあれってなったよね。香織ちゃんがさっき選んだの。え、香織ちゃんこれでいいって言ったら、うん、大丈夫っつって言ってた。なんか足りないくない？これ足りる？いや、わかんない。ちょっとユーミがいないとさ、全然困っちゃうんだよね。あ、ユーミー、ちょっとユーミー。いや、じゃあそれはこれ私がやってみます。あ、ノートノート。ユーミー沖縄行っちゃったからね。そう、里帰りしちゃったんで、ユーミがね。みなさん、こんにちは。それも全部こっちに、うんうん、片付ける、うん、片付け。よし。だいたいあの壊れてるし、ちょっと、うん、もう相当使ってないもんね、1ヶ月。だってどれぐらいぶり？1ヶ月以上ぶり。私なんか今日携帯忘れちゃったもんね、家に。はい、はい、じゃあ、おしまい。じゃあさようなら。さあ今日何やんの、いちやん。だからさ、うん、まずは、香織パラダイスがスタートしました。香織パラダイスがスタートして、はい、皆さん、ね、香織くんこれ、あ、名前言っちゃった。デジオくんこれ名前じゃない、あの、これが動いてない。はい。みんなのコメントとかね、見れた方がいいじゃん。ね。スタートしました。で、ツアーがスタートしました？ツアーがスタートしました。あ、長野のデジオ編集なんちゃって情熱大陸みたいなやつ。そう、情熱。そこまでハードル、そこまですごくないよね。あ、久しぶりですね、皆さん。久しぶり。いやさ、あまりに久しぶりで、あの、私は何かお気づきですか？ツアーが始まって分け目を描いたんです。まあ大したことじゃないんだけど、なんでかっていうと、あのツアーの時はこうやってピアノ弾いてるのが多いから、お客さんもこっちね、こうカメラの状態、そうするとあのこうなってると顔がすごくこうほらたくさん隠れちゃうから、やっぱり顔が見えた方がってことでこうしたんですけど、なんかここに変なつむじが現れて、すごい今髪型変くない？なんかうまくいかないんですよね。嫌な感じなんだけど、まあもうしょうがないな。あれ、一夜戻っちゃったの？一夜。あ、見てる？ね、髪の毛大丈夫？見てるの、こっち。髪の毛大丈夫？うん、特別変じゃない？そっか。分け目を変えた。うん、そうなんです。で、まだ顔がついていかないのかな、だって。うん。顔っていうか毛がついていかないの。毛がなんかくにゃんとかなっちゃって、うまくできないんですね。まあいっか。皆さんね、ツアーやっと始まったと思ったら、北海道が中止になってしまったので、暇だぜこりゃっていうことで、デジオくんがあの長野の映像を
編集してくれました。北海道、ごめんなさい、ね、北海道ね。本当残念です。私たまあ余計なこと言うと怒られちゃうね。私たちがやらないって言ったわけでもないんですけど、まあ細かいことはいいとして。まあ、も出てるから。ああそう。うん、あれにブログとかに。何が出てるの？中止の理由とか。あ、中止の理由出てるの？あ、そうなんだ。みんな知ってると思う。あ、みんな知ってる？あ、じゃあよかった。別にね、一夜が闇落ちたわけでも、私が行かないって言ったわけでもないのですが、残念ながら、ね、またできるといいですね。じゃあどうしようか、なんかどうする一夜、今日何どうしようか。まあ、なんか皆さん、久しぶりだから。来年の香りパラダイス。来年の香りパラダイス、なんか決まってんの？リクエストもらって。何今年まで1本しか始まってないのにもうすでに来年の香りパラダイスで聞きたいことをリクエストしろって一夜が言ってます。皆さん何かありますか？来年はね、2022年でしょ。あっという間に来るからね。でもいや、そうなんだよ。そしたらもうまたおばあさんになっちゃうよね。熱い熱い。ハッピーマン聞きたい。ハッピーマンね。あ、ハッピーマン、鬼が笑うようだって、そういうあなたも、ハッピーマン、ハッピーマンどうやってやってたっけ。あ、もう歌詞カードすらぐちゃぐちゃ。なんか
聴きたい曲だわって。あら、そうね、今日暑いよね、今日暑い、めっちゃ暑い。あのさ、あ、何、長野のビデオをみんな見てくれてるでしょ。ああ、みんな長野のビデオ見てくれた、うん、で、どこが面白かったどこが面白かったって聞くの。そうそうそう、市村さん聞きなよ。いやいやいや、なんで。いやいや、香織さんの、なかなか見、あ、そうか、どういうところが長野の面白かったですか。私は、手に醤油を出したところ、あそこが一番面白い。間違っちゃってね、蕎麦の実をこう出して食べようと思ったらお醤油出した。あれが面白かったかな。何何デジオ君、あ、いやいやいや、続けてください。何よ。いや、デジオ君がね、うん、今後どんな企画がやってほしいか。あ、ツアー中、うん、あ、なるほど。ツアー中もそうだけど、まあ、かおりちゃん、ジャイアントコーン人気あるよジャイアントコーン人気ある。ボイトレ貴重、うん、そうね、ボイトレもね、なかなか見る機会ないしね。ジャイアントコーンは確かに貴重だった。だって俺食べようと思ったらバコって頭が取れちゃってさ、そんなどうしてくれるんだと思ってね。コンビニのアイスね、そうでしたね。お蕎麦も美味しそうでした、美味しかった、うん、じゃあどうする、いちゃん。え、だから今後のどんな企画が北海道はステイブルーがぴったりなくらい、そうだわ、スペシャルブルー、あ、へえ、そうなんだ、行きたかったな、北海道ね。じゃあちょっと、北海道の思い出とかないですか。北海道の思い出、そりゃいっぱいあるよ。ステイブルー、ステイブルー一回いっぱい最近歌ってるもんねそれ私だよね、みんなはそんなに聞いてないからあ、これ違うよ。ステイブルーは、あった、できるかな。全速力で駆け抜けてゆけよ、太陽にキスを、空は泣けるほどスペシャルなブルー、青い夏の作りに今も焼き付けろ、壊れないから、ああ、これから
ょっと上手くなりましたね。これ、ピアノも悪くないね。ね。ステーブルーもいいけど、キャストも聞きたい。キャスト？キャストって、すんごいそんなマニアックなこと言う人いるね。ピアノもいいね。はい。ステーブルー、ピアノもいいね。ピアノもいいねって。市村さん、それはステーブルーはピアノでやれってこと？いやいや、違う違う。ピアノもいいねって言っただけじゃないの。あ、そう。キャストだって。キャスト。キャストで。そうか、デジョー君があの長野で使ってたからみんな思い出したんだね。え、何？テーマ曲になりそうだね、今回のだから。あーあ、ツアー中の。ツアー中の。どうしたの？いやいやいや、ちょっとあの AD みたいなことやろうと思って。うん、ねえねえ、早く見せてよ。何を？何してんの？いやいや、まあそろそろ。え？時間もう時間？まだ何にもやってないけど。あ、キャストってどのアルバムに入ってましたっけっていう。どのアルバムだっけ？キャストはあれだよ、あのあれですよ、江口さんが作ったやつ、ダイアログだ、ダイアログの1曲目です、キャストね。スパークルね、スパークル、ごめん全然覚えてないや。 C もね、私の曲じゃないからちょっとコードが分かんないんだよね。暑いね。まあ、でも結構2曲ぐらいやったでしょ。え、もっとやったよ。ちょっとだけだけど。ちょっとだけだけど。うん、でも今日はすごくやったから、暑い時はほら。あ、これね、これいつのグッズ？書いてあるでしょ。2016。そう。へえ。かわいいよね。もうないの？あるある。あ、まだあるってみんな。あ、つまり、あの、在庫処分したわけですよ。いやいや、在庫処分ってそういう、ちょっと聞き、ずってならないな、それは。あら、そう、うん、お休みの日は何してますかって。最近ね、あの、生まれて初めて好きな YouTube 番組っ
ていうか、そういうの好きな YouTuber ができたって言っていいのかな、できたんです2人で、1人はあの韓国の方で、ちょっと名前とかわからないんだけど、女の人はあの1日に食べたものとかを淡々と犬と共に紹介してくれるんだけど、おかげですごい可愛いの、タンコンっていう犬が出てきてね、あのすごい可愛いんだけど、おかげで我が家の韓国料理率のあの上がったこと上がったこと、もう味噌汁必ずあのコチュジャンとか入れるようになっちゃって、もうねすごい、うち前よりずっと韓国風なご飯いっぱいあるよね。ああ、よく食べてんじゃん。最近まだいただいてないから。え、そう？うん、そうか、最近夜投げてないね。ええ、うん、でほら、ちょっと最近いただいたのはあれだったから。何？ブラジルじゃなくてなんだっけ？ああ、ペルー料理ね。そうそうそう、ペルー料理はちょっと息子があのテイクアウトで持って帰ってきたんです。あとはね、ニューヨークのあのなんか生活を上げてる人がいて、なんか。あ、YouTube っていいもんだな。でも生でやってる人いない、誰も私の好きな人、うん、生じゃなくても楽しいってことだよね。でもね、編集がうまいの。それでなんかニューヨークはもうね、完全に個人の私の行動範囲とものすごいその人の行動範囲が似てて、だからなんかもうさ、いちいちキュンときちゃうわけ。あ、この道知ってるとか、なんかあ、ここのあのマーケット行ってたとか、そういうのが出てくるとたまらないもんですね。YouTube の良さが初めて今分かってます。みんなも楽しんでる？でもこんな昼間からね、なかなか生でやるっていうのもあれですけど、まあでもアーカイブ残るからね、好きな時間に。だから私夜な夜な見てて、であの夜一人で、あのいや、あの iPhone にこうイヤホンさして一人で見てるの。何？いやいやいや、子供たちいつまでも YouTube 見てないでって言えなくなったね。もう言わない。あ、言わないか、うん、だって子供たち子供じゃないもん。もうね、うん、いいもんね。そう、うん、で、じゃあ、まあ、そんなところまああと、まあもうちょっと5分ぐらいですけど、あと5分ぐらい、うん、だ何どうしたい？ちやん。いや、もうだから、もうやあの歌は十分だ。来週は、来週ちょっとほらできないから、これだ。あ、そうか、来週は、8月25日、目覚ましクラシックス in 東大阪です。ちーちゃんと一緒に久しぶりにやります。なんで、YouTube はやりません。やりませんっていうか、できません、ね、あ、できません。大阪にいるので、あ、行くよって人がいる、嬉しいな。大阪のね、目桜の M とかダイヤモンドとかって言ったら何やるか分かっちゃうじゃんね。とか、まあまあいいよ。だってね、あの岸谷香織ってなんだそりゃみたいな人もいっぱい来るわけですから。久しぶりだね、大阪もね。うん、久しぶり。あのビルボード、去年のビルボード。あ、今年初だよね。そうだね。そうだからちーちゃんとやるのも全然違うから、あのじゃあ、うん、あのみんな、あ、うん。じゃあ、いいや、じゃあ、あの、いや違うの、どう違うかねって言ったんだけど、今から M とかさ、ジュリアンとかやってたらさ、時間がなくなっちゃうから、うん、それはまあ、うん、ね、あの、それはじゃあ楽しみに、あの、来てください。う、うん、だから、お好み焼き食べてるところ、お好み焼き食べてるところを撮ってこいと、一案。お好み焼きね。あ、うん、でもさ、そっか、大阪は食べていいのか、店やってんの？いや、ね、大阪にいる人、大阪に住んでる人、大阪ってお店やってんのかしら。やってるけど、やっぱ時間がほら時短になってるから。でもみんなお好み焼き、たこ焼きも食べてねって言ってるよ。いや、食べてねは、だから食べれるけど、うん、お店に行っては食べれないよねってことだよ、あの時間だと、私たちの行く時間だと。あ、そういう意味、うん、いや、そんなことないじゃん。マンボウかなって、だから。あ、マンボウ、うん、ああ、そうなのか。じゃあ何も食べれないの、大阪行って。ちょっとね。テイクアウトはって言ってる。悲しい、テイクアウト。だからテイクアウトだね。8時閉店で。そうなんだ。そうよ、そうよ。明石焼きも食べたいな。ウーバーイーツ、悲しい。大阪まで行ってウーバーイーツ一夜と食べるの、絶対やだ。悲しい。うん、まあでも
全国ね今飲酒できないだけだよ。そうか、飲酒できないでたこ焼きはね、お好み焼き食べるのも悲しいね。まあ、うんね、どこの映像が撮る、あ、でもさ、東、うん、あ、だから、目桜の映像、うん、撮っていいの、そんなの撮って勝手に流して。いやいや、いやいや、ちょっと、いやだから、ちーちゃんが映っていいよって言ったらちょっと一緒に映ってもらう。そこはだから、うん、確認するけど。そっか、うん、なんか楽しいことをやってみます、やろうとしてみる。目桜というか、うん、ツアーよ、これから。目桜は、だって一案が目桜に言ったから。それは来週よってことで、これスケジュール、うん、で、今後の、だから香りパラダイスの、映像としては、はい、まあいろんなところ行って食事するだろうから、うん、まあそこの風景とか。あ、そっか、行くところがあのあれじゃなければいいのか、マンボウじゃなければいいのか。そうね、そうそう、そうか、地方によってはマンボウだけど、マンボウじゃないところもあるから。なるほどね。そこは食事できると思うんだよね。そうか、じゃあみんななんか閉まらないからもう曲歌おうか。何がいい？例えばメロディーメロディーとかどう？なんか、なんでも季節が違うか。世界一はみんな聞き飽きてるでしょ。だから世界一は8月だよね、やっぱね。ああそうだよ、まだ7月じゃん。そう、7月だからね。じゃあ、うーん、じゃああと1曲やって終わりです。分かった、はい、何がいいかな。あのお好きなのどう？お好きなの？じゃあステイゼアとメロディーメロディーどっちがいい？またそうやってだってどっちがいいしてのな、フォーティーナインズバイブルとかいう人がいるんだよ。メロディーメロディーのいいって書いてある。いやいや、うち間違い。メロディーメロディーメロメロ、あーいいですね。メロメロ、あ、メロメロ、ステイステイ、なんでもいいよ。S ステイステイ、あ、どっち、一案どっちこれ。やばい、本当に半分ずつぐらいだ。メロメロ、じゃあワンコーラスずつやろうか。ね、はい、一人で見つめてる真夜中のスピードについて行けずにただため息ついてる指先の魔法は心つれあなたにつながるけどいつも二人で眠りたい今。
ましょう。めっちゃこわついよね。あ、もう帰ってビール飲もう。まだ早いか。いや、いいね。飲もう。はい。バッハーイ。